風が出てきたな。87.61 度か。海面からの平均値は。おいナイト、こんなとこで何やってんだ。あ、シグナ。あ、シグナじゃねっつの。部屋にいねえからもしやと思って来てみれば。今日はちゃんと寝とけって言っといたろ。いや、今夜は天気がいいから天体観測にはぴったりだと思ってさ。今の時期だったら夏の大三角も綺麗に見えるはずだし。やれやれ、相変わらず熱心なこった。船長が残され島までは朝までかかるっつってたろ。今のうちに寝とかねえと目の下にクマを作って帰る羽目になっちまうぜ。枠印の天文台だったらもっと精密に測れるんだけど。たくお前ってやつは兄貴分の話くらい聞けやな。夢中になると周りが見えなくなっちまうのはお前のいいとこでもあるんだが。ごめん、つい。それにしても残され島に帰るのは4ヶ月ぶりくらいだね。姉さんやライラや師匠たちも元気にしてるといいけど。たったの4ヶ月ぐらいじゃ大して変わりはしないだろう。まあ、せっかくの里帰りだ。せいぜいのんびりするとしようぜ。俺も運よくナユタに合わせて自警団の休暇を取れたことだしな。うん、そうだね。そうだろうな。それにしても大した景色だ。星も俺たちの里帰りを出迎えてくれてるのかもしれねえな。よし、早速記録して。ダメだ、さっき言ったばっかだが寝ないと明日に響くからな。ほら、船室に戻るぞ。そんな。世界には果てがある。僕たちは昔からそう教えられてきた。無限に広がっているように見える海にも明確な終わりがあって、そこから先へは進むことができない。だからこそ学者たちの多くはこの世界は平面上だと断じて、人々もそれを信じている。本当にそうなんだろうか。いや、きっと違う。僕は強く信じてる。世界はもっと広いはずだって。Thank you.
この光をこっち側から当てて。うん、ちゃんと見えるようになったわ。まあ、綺麗。これはどこかの塔かしら。こんなにくっきりと見えるものも珍しいわね。この星のかけら、なかなかいい値がつくかもしれないわ。アントリアさんが喜ぶでしょうね。あ、そろそろ帰ってきたみたい。Thank you.
爽快揚々、寄せる波は無限なりや。しかして姿を変えぬものはない。万物は常に流れゆく。久しいな、ナユタ。オルガ師匠、ご無沙汰しています。
ちょっと不愛想かな。ハロー、ナユタ、久しぶり。って、私のキャラじゃないし。頑張れ、私。4ヶ月ぶりの再会なんだから、緊張なんてしてる場合じゃ。あれ、ライラじゃない。ナユタ、いつの間に。元気だった？こんなところで何してたの？いや、その、ナユタたちが帰ってきたって聞いて、その…うわー、やばい。久しぶりすぎて言葉が出てこない。落ち着け、私。とりあえず、さっき考えてた返事を。ハロー、ナユタ、久しぶり。久しぶり。Thank you.
お前たちか。危ないからドラッド君に止めさせていたはずだ。つれねえこと言うなって。何か手伝えることがないか聞きに来たんだよ。